こんにちは、中島デザインの中島秀樹です。よろしくお願いします。今回は東京で、審査をさせていただきました。まず自己紹介をさせていただきます。僕は東京で、中島デザインというデザイン事務所を、運営しています。現在は、自分の本を出しました。これはメイドインジャパンという僕の本です。作品集です。自分は、障害政策、書籍の本文とかそういったものを抜きにして、ただ純粋なグラフィックデザインの数を数えたら1万点以上ありました。もう1日にもすごい数を作っていたっていうことを自分で実感しました。で、そのようなものをこの本では、750点ほど集めた、作品集になってます。このような本ですね。それで現在は、デザインのワールドツアーをやってます。ミュージシャンがワールドツアーを行うように、グラフィックデザイナーがワールドツアーをやるということをちょっとやってみたかったっていうか、スタートはイギリスから始まり、ドイツで2カ所、その後、北京ですね。で、本当は北京の前は、ヨーロッパ、フランス、イギリス、イギリスやるってやったんですね。イギリス、フランスとイタリア、スイスですね。で、展覧会を、回ろうと思ったんですけども、コロナ禍で、実現できませんでした。で、そこで、北京の方が、可能だということで、北京の方を展覧会を行って、今やっぱり中国もコロナ禍がすごいことになってしまっているので、今後、上海と深圳で行う予定なんですが、それは来年コロナ禍が明けた頃に、やる予定です。それで今回の展覧、審査会ですね。審査会の話をさせていただきます と、やっぱりこうオンラインでやるっていうことがすごくこうきつかったですね。例えば書籍とかそういうものの中を見ることもできませんし、紙質がどういう紙質を使っているんだろうとか、どういう本の作りになっているのか、仕様ですね、作りになっているんだろうとか、そういったものはさっぱりわからないので、とりあえずきっとこんな感じであろうなっていう、自分の気持ちの中だと、もう本当、きっちり見ることが100だとすると 20% か 30% ぐらい の、 判断でしかこう審査をすることができないかったってことがとても残念ですね。実物をやはり見てこう丁寧に審査をしたかったです。最後になりますが、改めて僕の本をちょっと宣伝で使わせてください。改めてメイドインジャパン秀樹中島という本です。この内容をさっと見さ拝見していただきます。例えばこれはそれこそ香港の、セブン店という20年ぐらい前にやった時の、自作のポスターですね。これはニューヨークのモマとかで、パーマネントコレクションされています。この辺も僕の作品です。でそれ以外ですと、ハットマガジンっていうのを、長らく30年ぐらいやってました。でそれの中はタイポグラフィーで、毎回こう立体的な
タイポグラフィーを作って、それを写真で撮るという方法を撮ってました。レコードはこの辺のポスターですね。ポスターです。友人の好きたさんが撮ったデビッドボーイの写真で展覧会用のポスターを作った。ファッションの広告でポスターを作ったりしてました。しています。それととても分かりやすいのが、誰でも知ってると思うんですけども、坂本龍一さんの仕事を20年ほど続けてきました。でその中のパッケージの写真が入っています。ざっくりすると以上ですね。でこの本をご購入したいというご希望があれば、チャイナ圏、中国圏以外は、この info@nkjm-d.com、 これ入れるのかリサーチ。ここに、僕のメールアドレスですが、ここに送っていただければ対応させていただきます。価格は、6000円なので、おおよそ50ドルぐらいだと思います。プラス、送料がヨーロッパですと4000円ぐらいかかってしまうので、おおよそ1冊につき、100ドルぐらいになると思います。で中国と香港、そしてマカオ、ここは、中国の、アットデザインというところで、販売をしています。そのアドレスが info@designtour.com ですね。こちらの方に直接メールをしていただいて、ご購入を。以上です。ありがとうございました。